プラメンって、フィギュア化が決定する、に対するみんなの反応。早くない？早い、狙ったな再現。早すぎて草。めちゃくちゃ温めてたなこれ。半年前には書いてたらしいからな。まだ 3D モデルも見てないぞ。セリフより先にフィギュアが来た。実装の勢いあるうちにやるのは、まあ正しいよな。すごく同意です。再現を見たかー、これが俺たちの走りだー。早すぎてファンが困惑してるんすけど、いいんですかこれ。鉄は熱いうちに打てというがここまでトンカチを巧妙に用意してると思わなかった。トンカチもまだ熱いわ。炉の中で打ってたようなもんだわこんなん。前は遅すぎたからな、反省は生きている。これは盤石の構えプラスコンセントレーションですわ。この速さならアニメ放映期間中に実装あるか。急に外からブラメンテで草。喋る前に立体化する女。これアプリでの実装も早いのでは。マジで来週には実装されんじゃねえの？現状発表からの最速はネオユニバースだけどまたデムーロの馬が更新するのか。ほんまよう隠し通せたな。関係各所に根回ししてたな。リークがないのが偉い。もしかして再現ってすごい？釣りかと思って開いたらマジだった。人気出るかもわからんのにまあ出るだろうけどフィギュア制作とかすげえな。アニメ3期の主役の敵役です。史実に看板です。勝ち方がド派手です。人気出ない要素ある？栄新フラッシュ、親紹介 RTA。ネオユニバース、育成実装 RTA。プラメンテ、フィギュア実装 RTA。ミルコの馬は RTA 勢ばっかり。これ関係各所めちゃくちゃ動いてたんだな。よく隠し通せるわほんと。関係者の口の硬さには感心する。確認できる範囲では半年前にはもう出るの決まってたみたいね。リッキーたる前みたいな運営が積極的に押していく枠ならゲーム内での実装早そうね。キャラデザやイラストラフはもっと前だし下手すると1年以上前から実装決まってたのかな。今この瞬間にも1年後に発表されるウマ娘がデザインされてるかもしれないと思うとワクワクする。ウマ娘から競馬を見始めた世代でもこの馬知ってる、というのが増えてくると思うと楽しみやね。北さんの育成シナリオもデュラメンテに差し替えしてくれないかな。これほどまでに早いのか。早いというか完全にスタートダッシュ決めるつもりで仕込んでたんだろうな。アーツも頼むぞ。これも隠し通してきたのが本物すぎる。多方面に企画動いててよくリークされなかったな。ここまで展開しててよく情報統制できたな。めちゃくちゃ押してんな。まあブラメンテだし。アプリサービス開始からしばらく内部にリークするやついたし徹底して排除と守秘義務契約整備したんだろうなって。そいつのせいってのはなんとも言えないが確実に潰したんだなってのがわかる流れだ。超好待遇すぎる、まあそりゃそうか。ここまで露骨にプッシュしてるあたりアプリでの性能は確実に高そうだな。しかし決め打ちすぎねえかな。もともと人気の馬だし。いいだろ？車台の結晶だぜ。北ちゃん主役な以上外せるはずもない子だから当然といえばそうなんだがよく隠し通せた。スペックはわからないけど初めて初期組の人気キャラを越せるぐらいのシェアは獲得できるポテンシャルはある気がする。去年の今頃の俺にブラメンテがアニメ初登場したその日にフィギュア化決定したって言っても信じないぜ。昨日の今頃だって信じないよ。キービジュアル差し替えるの決めてたのにデカデカと差し替え前を張りまくってたのもすごい。数日後差し替えるキービジュアルのシャツを武豊とルメールに着せる。ここまでやったんだからキービジュアルは今後変わらないんだろうという先入観が植え付けられる。キリッとした顔もいいけど柔らかい表情も見たい。アニメ登場はまあわかる、フィギュアか。ブラメンテ、早いがサジェストされてしまう。前々から企画進行してたのがわかるな。そういえば面白い更新と弾丸のような走りは披露したがまだ喋ってないような。行き着いたりはしてるけどまだ性格とかは全くわからんね。そこまで人気出そうなデザインか？会長とか CB タイプのファンはつくと思う。かっこいい、可愛い、綺麗の3つをいいとこ取りした男性にも女性にも人気出そうなデザインだと思う。初期に内部事情通気取り野郎にリークされまくってたの忘れたのか。キービジュアル渡すとうっかりミスで流出するもんな。ゲームにもすぐ来ちゃうかな。実装後に始めたらアニメ記念チケの対象に入るんだよな。チラ見せも初回からでもあのようだとまだまだどれだけ隠し玉温存してるかわからない。アニメはかっこいい感じでアプリは可愛い釣り目な感じでいいとこ取りしてる気はする。立体は関わる人間めちゃくちゃいるのによく隠せたなマジで。キタちゃんが主人公なのにブラメンって出さないのは片手落ちになるからな。単独もだけどアニメ次第で箱推しも増えるポジションだしな。初回からブラメンテで大盛り上がりさせる気だったんだな再現、悔しいけど乗せられちゃう。思い返せばキタちゃんが早々に許諾取れてたのもかなりのスピード感ではあったが、確実に人気でさせたいだろうし中盤かアニメ終了後に実装させる気満々だろうな。アニメの企画時期を考えると下手したら年単位で隠してたことになるのかな。こういうスピード感は大事、なんか勢いで買ってしまいかねない。これからメンチがある時に出張ってもらわんといかんからな。ただのメンテナンスじゃねえぞ、ド級のメンテナンスブラメンテだ。プイか猫系も期待して良さそうだな。2期のライスに対するブルボン的な立ち位置になりそうね。ここで怪我で脱落しちゃうから帰ってきたちゃんはブラメンテに直接対決でリベンジする機会を失ってしまう美しい構図。みんな俺にブラメンテのこと黙って陰でコソコソしてたんだな。ゲーム実装も早そうだな。3周年の目玉は硬そう。アニメもすごいけど現実でブラメンテ3区がバリバリ活躍中なのもすごい。こんなの脳を焼かれちゃうよ。マジでここまでノーリークで段取り組んでた各メーカーが偉すぎる。海外レース実装もそうか、そういうことだったのか。もしこれで地は宝塚とかでしれっと当たり前のようにラブリーデイが出てきたら爆笑しながら泣く。ブラメンテってそんなすごい馬なのかい？せめて昨日やってたアニメくらい見ろよ。山本明もブラメンテ実装のことを知ってた側だと思うと面白い。マジでここまで一切情報漏れなかったのは素直に感動する。アニゲー11の傷がだいぶ深かったな。凱旋門が馬娘世界にあると明言された以上ダイヤちゃんの凱旋門挑戦もやるよね、ならマカヒキも出るよね。ブラメンテ実装で他に実装の期待値が上がった馬娘ってオルフェイブル以外で誰がいるの？ブエナビスタはほぼほぼ確定したようなもんだよな。好き放題言われてたろうによくここまで隠しきったよな。内部リークを特定するために社内でも偽情報流したりするとは聞く。次の追加がブラメンテだったらすごいことになりそう。割と真面目に来週実装しますはありそうだよな。ウマ娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。